日本にも元不良、元暴走族出身の芸能人がいるように、ハリウッドにも元不良や元ギャングの俳優たちがいます。はっきり言って凶暴さ凶悪さにおいては日本とはレベルが違います。今日はそんな俳優たちの過去をアメリカのネット民の間で大きく話題になった順にランキング形式で紹介します。第10位、リロ・ブランカート。デニーロを軽視した男の末路。リロ・ブランカートは16歳の時に海で泳いでいたところスカウトされた俳優です。彼がスカウトされた理由は、彼がロバート・デニーロに似ていたからでした。お調子者の不良少年だったブランカートはスカウトにタクシードライバーでデニーロが演じたトラビス・ビックルのモノマネを披露しました。スカウトは面白いやつがいるということでデニーロに報告し、デニーロは自分が初監督を務めた映画で自分の息子役に抜擢しました。彼はこの映画1本で現在の貨幣価値でおよそ750万円を稼ぎ、その後も映画に出演しお金を稼ぎましたが、まだ16歳だった彼は仲間たちと酒ドラッグにふけり、毎日どんちゃん騒ぎをしました。彼はデニーロのおかげで名前を売り、その後も映画やドラマに出演を続けましたが、稼いだ金は仲間との遊びやクラックとヘロインに使い貧血に陥りました。そこで仲間が提案したのが盗みでした。2005年12月、ブランカートと仲間の男は空き巣目的であるアパートに窓ガラスを割って侵入しました。しかしその部屋は空き家でした。がっかりして外に出ると男性が立っていました。たまたま空き家の隣に住んでいた28歳の警察官の男性でした。彼らは警官と対峙した時持っていた拳銃の引き金を引きました。警官は死亡し、2人は逮捕されました。警官を射殺したのはブランカートの友人でした。2人は逮捕され、友人は終身刑、ブランカートは10年の刑が言い渡されました。彼はロバート・デ・ニーロから言われた忠告を聞かなかったことを後悔しました。これから有名になった君にいろんな人が近づいてくるが、その中には自分の利益だけを優先する人も含まれていて、君のことを常に考えてくれる人ばかりじゃないんだよ。こう言われたブランカートは、あなたの言ってることは理解できますが私は大丈夫です、そう言って軽く受け流していました。私は彼の忠告を無駄にしました、恥ずかしいです。そう語る彼は今は出所し、役者をしながら薬物の依存症治療施設で働いています。第9位、ドウェイン・ジョンソン。観光客はカモ。ドウェイン・ジョンソンは幼少期貧乏な家庭に育ちました。彼らの家族はアメリカ国内で頻繁に引っ越しを繰り返しました。この引っ越しは彼が生まれてから10代になるまでの期間に起こりました。その原因は父親プロレスラーのロッキー・ジョンソンの稼ぎの少なさでした。当時のプロレスラーはそれほど大金を得ていたわけではなく、ロッキー・ジョンソンの収入はいつも不安定だったのです。その結果、ジョンソン一家は住居を頻繁に変える必要がありました。このような生活環境は若きドウェイン・ジョンソンに大きな影響を与えたのです。彼は13歳から17歳になるまでの間に8回から9回逮捕されたと語りました。彼は喧嘩、盗み、詐欺など多岐にわたる犯罪行為に関与していたことを告白しています。15歳の頃、喧嘩で殴った相手を病院送りにしたことがあります。ボコボコでした。またこの頃、ジョンソンと彼の仲間がターゲットにしていたのがハワイに来る裕福な観光客でした。ジョンソンたちはデザイナーショップの外で観光客を待ち構え、彼らからお金、高級な服、ジュエリーを強奪して売りさばきました。暴行、傷害、強盗、日本では考えられない悪童ぶりです。そんな悪ガキだった彼は高校生になると身長190センチ、体重は90キロに達していました。立派な体をしていましたが、中身はスカスカの犯罪者なのだから始末に終えません。そんな彼の人生を変える人の出会いが高校時代にあったのです。その人物はその高校のフットボールの屈強なコーチでした。ジョンソンはこのコーチに対して無礼な態度を取りましたが、コーチはジョンソンをフットボールに誘ってくれました。初めて夢中になれるものに出会ったジョンソンはフットボールに熱中し、多くの大学からスカウトが来るようになりました。ただの体がでかいだけの犯罪者だったジョンソンの考え方が変わり始めました。私がコーチと築いた素晴らしい関係から学んだことは、彼がとても無礼な不良の子供に対して共感してくれたことでした。彼はその嫌悪感を無視してこう言いました。私は君を信じてる、そして君を変えたいんだとね。第8位、ティム・ガレン。優しいコメディアンの素顔。ティム・ガレンはコメディアン兼俳優で、偶然にもサンタクロースを引き継ぐことになった男スコット・カルビンを演じ、温かみのあるハートフルなコメディ演技を披露したり、トイ・ストーリーシリーズの人気キャラバズ・ライトイヤーの声を担当し、子供たちにも大変人気ですが、彼にはとんでもない過去があります。彼の人生が狂ったのは11歳の時でした。彼の父親が飲酒運転の車に轢かれて事故死したのです。父親を慕っていたティム・アレンはショックを受けました。彼は11歳からお酒を飲み始めたといいます。さらに母親が再婚
問したため転校することになり、彼はこの転校をある学校のクールなグループからスクールカーストの最下位の序列になってしまったと語りました。この出来事でティム・ガレンはますます荒れ落ちこぼれとなり、学校の外の悪い仲間とつるむようになりました。やがて麻薬を使い始め販売するようになっていったのです。彼は1978年10月、カラマズーバトルクリーク国際空港で麻薬所持の容疑で逮捕されました。彼は麻薬の売人だったのです。彼はその時すでにコメディアンとしてのキャリアをスタートして、地元のテレビでコマーシャルに出演したり、ドラマにも出ていました。コメディアンと売人の兼業です。空港で逮捕されたアレンは終身刑の可能性もありましたが、麻薬密売の2件の罪を認め、減刑と引き換えに他の売人の名前を洗いざらい喋りました。彼は2年4ヶ月刑を務めた後に釈放されました。彼は出所後、地元を離れて別の場所でコメディの世界に戻り、また以前のように仕事を始めました。もともと実力があったため再び人気者となり、役者としても活躍を広げていきます。第7位、マーク・ウォールバーグ。強烈な人種差別主義ギャング。マーク・ウォールバーグは2017年に最も稼いだ俳優の1位に選ばれましたが、若い頃彼は麻薬の売人であり、俳優になる前に在籍していたラップバンドを結成する前に殺人未遂の罪で裁判にかけられていました。ウォールバーグは9人兄弟の末っ子として14歳頃に学校を中退しギャングに加わりました。この期間中彼は20回から25回ほど法律に触れ、麻薬の売買やその他の犯罪行為で問題を起こしていたとされ、その間にコカイン中毒にもなったといいます。彼の犯罪で有名なものは、黒人の少年たちに3人の友人と一緒に黒人を押せと叫びながら石を投げ追いかけ回し怪我をさせたこと、そして彼が16歳の時に2人のベトナム人男性をベトナムのクソ野郎と罵りながら襲いかかり殴打した事件です。彼に殴られた男性は失明したという噂が広がり、彼に対する憎悪が増大しました。ウォールバーグはこの事件で逮捕されましたが、刑務所の中があまりにもひどかったため人生を変えることを決意しました。彼は加わっていたギャングから足を洗い、レンガ職人として働き出しました。そんな彼をエンタメ業界に導いたのは兄でした。彼の兄ドニーはすでにニューキッズ・オン・ザ・ブロックのメンバーとして成功していました。マーク・ウォールバーグはラップバンドを結成し音楽業界に進みました。その後俳優になったウォールバーグは高い評価を獲得し人気俳優となっていきました。しかし彼がやってきたことは消えることはありません。第6位、ジョシュ・ブローリン。ギャング仲間は全員死んだ。ジョシュ・ブローリンは映画グーニーズでデビュー以来、ノーカントリー、プラネットテラー・イン・グラインドハウス、アメリカン・ギャングスターなどに続けて出演し高い評価を得ました。最近ではアベンジャーズのサノス役で有名です。また日本でも絶大な人気を誇ったダイアン・レインの元夫でもあります。スクリーン上で悪役を演じるのが得意な彼のスキルはギャングのメンバーとしての過去から来ているのかもしれません。彼はグーニーズの撮影中にヘロインを吸い始め、17歳の頃にはすでにシトラッツというギャングのメンバーであり、車のラジオを盗むなどの窃盗犯罪にも関与していました。たくさんの車のラジオを盗んだと彼は語り、その技術は今でも持っている、今でも簡単にできると述べています。また19歳の時に酒に酔って警察と乱闘し逮捕されています。ブローリンは当時はいつも何らかのトラブルに巻き込まれていて、そのトラブルで死んでいる可能性もあったと述べています。私には19人の一緒に育った友人がいましたが、今では全員亡くなっています。生き残っているのは私だけです。彼は女優のダイアン・レインと離婚協議中にもカリフォルニア州サンタモニカにあるパブで酒に酔って常連客と乱闘を繰り広げました。ブローリンは公共の場で何度も酩酊した姿を見せた後、2013年にリハビリ施設に入りました。祖母が亡くなる少し前のことです。その時はもうすぐ亡くなるという時でした。遅れて祖母の元へ行った私は酔っていました。99歳になる祖母は私を見てにっこり笑いました。その笑顔を見た瞬間、もうやめようと心に決めました。その後私はもう飲酒や薬を使っていません。第5位、スティーブ・マックイーン。闇バイト出身のスター、スティーブ・マックイーンは70年代初頭、史上最も稼いだ俳優としてハリウッドに君臨しました。彼はクールな反逆者のイメージで広く知られ、その魅力的で硬派な演技スタイルって多くのファンを魅了しました。スタントマンに頼らない本格的アクション俳優として一時代を築き、世界中の映画ファンを熱狂させました。そんなスターだった彼でしたが、俳優になる前は不良であり犯罪者であったことは有名です。彼の母親は売春婦ですぐに離婚し、再び再婚しましたが、ケイフは
は彼に暴力を振るいました。マックイーンは暴力に耐えきれずホームレスになりました。やがて窃盗団に入り盗みをするようにもなっていきました。成長した彼は海軍に入りましたが、除隊後強盗犯を逃がすための運転手という今でいうところの闇バイトで稼いでいました。ちなみにこの仕事は店に押し入った強盗の一人が銃で撃たれ血まみれになったのを見て怖くなったため辞めてしまいました。その後彼はポン引きと違法な銃の販売を始めましたが、ポン引き同士の縄張り争いに敗れしのぎがなくなってしまいました。そんな時ギャングの友人の一人にこう言われます。お前にはこの世界は向いてないんじゃないか。お前いつか映画スターになりたいと言ってなかったか。俳優になればいいじゃないか。マックイーンは映画の業界なら可愛い女の子と出会えるかもしれないという下心もあり、この友人に従ってニューヨークで演技を学び始めたのでした。第4位、ロイド・エイブリー2世大人デビュー。ロイド・エイブリー2世という彼の名前を知っている人はほとんどいませんが、ジョン・シングルトン監督の91年のオスカー候補映画ボーイズ・ザ・フットを見たことがある人ならこの人物を覚えているはずです。彼は映画の中に登場するギャングを演じ、高校のフットボールスターを射殺する場面で深い印象を残しました。この映画は彼のデビュー作であり、彼が演じた最も有名な役柄となりました。そんな彼はこの映画に出るまではごく普通の青年でしたが、映画に出演後彼は本物のギャングになります。彼は映画の後ロサンゼルスのブラッツ系ギャングが多く住む地区に移り住みました。この地区での生活とそこでの人々との関わりが彼の実生活でのギャング文化への関与を深めることとなりました。やがて住人たちはエイブリーのことを映画の役と同一視するようになります。エイブリーは高校時代は野球と水泳が得意だった爽やかなスポーツマンでしたが、自分が映画で演じた役にどっぷりと使ってしまい、彼は本物のギャングになってしまったのです。ギャングとして大人デビューした彼は仲間たちと街を徘徊し喧嘩麻薬の売買などに励みました。そして敵対するギャンググループといさかいを起こすようになっていきました。そしてついに最悪の事件が起こります。彼は対立するギャング2人を拳銃で射殺したのです。逮捕された彼に下された判決は終身刑でした。この時彼は32歳でした。彼は刑務所に送られるとキリスト教と出会い熱心な信仰者になりました。彼が刑務所に入れられてから4年経った頃、彼の房にケビン・ロビーという男が入ってきました。エイブリーはケビン・ロビーに自分は終身刑を受けたけど刑務所でキリスト教と出会い前向きに生きていることを話しました。握手を交わした2人でしたが、エイブリーはその日の夜ケビン・ロビーに殺されました。彼の遺体は彼の血で書かれたごぼう製の上に横たわっていました。なんとケビン・ロビーは悪魔崇拝者だったのです。ロビーは以前からキリスト教徒の人間との同部屋を望まないと看守に伝えていましたが、刑務所側のミスで2人を同じ部屋に配置しました。エイブリーはビバリーヒルズ高校という裕福な人々が通う学校出身でギャングとは無縁の人間でしたが、映画でギャングを演じたため彼の人生は大きく変わってしまったのでした。第3位、トッド・ブリッジス。最強の子役出身俳優トッド・ブリッジスはアメリカの長寿番組アーノルド・ボーヤは人気者の主人公の黒人少年アーノルドの兄ウィリスを演じた俳優です。アーノルド・ボーヤは人気者は全国放送ではなかったため全く知らない人もいますが、放送されていた地域では大人気番組でした。日本でレコードを出し人気者になったエマニエル・ボーヤというのもいましたが、彼らは別人です。話が脱線しましたが、そのアーノルド・ボーヤの兄を演じたトッド・ブリッジスがとんでもないワルだったのです。ブリッジスが演じたウィリスはアーノルドとはとても仲が良く、スポーツ万能で女の子によくモテる、そんなキャラでした。しかし演じたブリッジスはアーノルド・ボーヤに出演していた15歳の時にすでにマリファナを吸っていました。その後クラック、コカインと覚醒剤に手を出しました。さらに彼はドラッグを入手するために売人も始めました。そして彼はその儲けの一部で車を買い改造し車に銃を装備しました。彼は多数の銃を持つ銃マニアでした。しかしこれは違法で、これがバレて罰金刑を受けましたが、懲りずにまた車に改造をするために人を雇いました。今度は絶対バレないようにしてくれよ。そうだ、ボタンを押したら車からマシンガンが出てくるようにしろと注文を出しましたが、そんなことできるわけないでしょう。この車の改造をめぐってエンジニアとトラブルになりました。数日後ブリッジスはお前の車に爆弾を仕掛けたとエンジニアに爆破予告をしました。エンジニアは冗談と思っていましたが、爆弾は本当に仕掛けられていました。この事件でブリッジスは1年間の軍刑務所への収監と3年間の保護観察の判決を受けました。さらにこの事件から2年後、麻薬売人との抗争で
で殺人未遂を起こし逮捕されました。ろくな死に方をしないと思われていたブリッジスでしたが、ここで犯罪はピタリと止まりました。麻薬を断つリハビリを受けたのです。それ以来彼は犯罪を犯していません。現在彼は58歳になり、地味に役者として働いています。アメリカのネット民はもっと早くリハビリを受けろよとツッコミを入れたのでした。第2位、チャールズ・S・ダットン、看守を怠慢で KO。俳優チャールズ・S・ダットンは日本ではあまり有名でない俳優ですが、エイリアン3、ルディ、涙のウィニングラン、氷結の時、クッキーズ・フォーチュン、ゴシカなどの多くの有名な長編映画に出演している俳優です。彼の人生の前半は暴力にまみれたバイオレンスな日々に生きていました。ダットンは少年時代を振り返りこう言いました。暴力が好きでした。私は暴力を楽しんでいたんです。彼のニックネームはロック。幼少期の激しい石の投げ合いでいつも頭がボコボコになり出血していたことから付けられました。彼は喧嘩に勝つためにボクシングを始め、テクニックを磨きました。そして路上で激しい喧嘩をしました。そんなダットンは16歳の時、喧嘩相手を刺して殺してしまいました。先に襲ってきたのは相手でした。7回刺されたダットンは差し返し、相手を路上で失血死させました。彼は過失致死罪を認め、懲役5年の判決を受けました。自称トラブルメーカーである彼は刑務所の中でも反抗的でした。彼はたびたび看守や受刑者と対立しトラブルを起こしました。そしてある日、ついにいつも対立している看守と1対1で戦うことになりました。ダットンの喧嘩とボクシングで磨いたスキルは看守を圧倒しました。看守をボコボコにし血まみれにしたのです。この事件でダットンの刑期はさらに8年間延長されました。殺人を犯して5年の刑を受けたのに対して看守をボコボコにして8年。ダットンは明らかに相手が黒人と白人の時は刑の長さが違うと言いました。そんな暴れん坊のどうしようもない男だったダットンに転機が訪れます。それは黒人の劇作家が書いた演劇のストーリー集を読んだことでした。彼はすぐにその内容に魅了されました。演劇に興味を持った彼は刑務所の中で演劇グループを作りました。彼の人生はここから劇的に変わります。中学校中退だった彼は勉強を開始、刑務所の中で高校の卒業資格を取ります。そして出所後大学に通ったのです。彼は超名門のイェール大学演劇学校へと進学しました。イェール大学を卒業するとすぐに舞台に立ち、アメリカの演劇界で最も権威ある賞とみなされるトニー賞にノミネートされました。そしてその後映画やテレビにも出演するようになっていきました。第1位、ダニートレホ、手榴弾で強盗する中学生。ダニートレホのハリウッド以前の経歴は数多くいる俳優の中でも異彩を放っています。カリフォルニアの有名な3つの刑務所に収監された経験を持つ彼は8歳で初めてマリファナを吸い、12歳でヘロインを注射し、10歳で暴行で初めて逮捕されるなど、彼の若い頃は薬物乱用と犯罪行為に満ちていました。小学校卒業後彼は手榴弾を使用した酒屋の強盗やギャングの抗争で車同士の銃撃戦に参加しました。ボクサーになりたいという夢はありましたが、彼は何度も逮捕され長い時間を刑務所で過ごしました。犯罪者として一生を終えると彼自身も思っていましたが、彼に人生の転換点が訪れます。それは1968年刑務所に服役中、3ヶ月間の独房監禁を経験した際に迎えました。彼が独房に入ったのは刑務所の中で暴動を扇動した罪でしたが、彼はあることを恐れていました。暴動の最中に彼が投げた石が刑務官の頭を直撃したのです。彼は看守に刑務官は死んだと聞かされました。そしてガス室があるサンクエンティン刑務所に送られると言われたのです。何度も危ない橋を渡ってきた彼でしたが、死刑になると聞かされ、この時初めて人生で恐怖を感じました。トレホは絶望の中で神への祈りを捧げ続けました。結局は刑務官は死んでおらず、ガス室送りは嘘であることが分かりましたが、人生を変えるためにアルコールや薬物を断つことを決意しました。そして出所した彼は自分の経験を生かし依存症の人々へのカウンセリングを始めました。そしてカウンセラーとして出会った映画制作スタッフが彼を映画の撮影現場に招待したことから俳優の道が開けました。現在ハリウッドで最も愛されるアクションヒーローの一人となった彼は、自らの経験を通じてどんな過去を持っていても人生を好転させることができるという希望のメッセージを人々に伝えています。はい、ということでございまして、元不良、元ギャングの俳優についてでした。動画を作りながらこれじゃあ元不良というより元犯罪者じゃないかと思ってしまいましたが、麻薬の売人や人を殺した人でも俳優として活躍しているのがすごいですね。日本では不倫をしただけで消えてしまうというのに随分と違いますね。それでは時間となりましたので、また次回の動画でお会いしましょう。